動画をご視聴ありがとうございます。今回は人気アイドルグループ欅坂46の元人気メンバー白真中が人気 YouTuber の自宅へ通い愛の噂が出てきたことについてと、この件を受け世間の反応がすごいことになっていることを紹介していきます。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。人気アイドルグループ欅坂46の元人気メンバー白真中21が同じく元欅坂46の鈴本美優22と2人で開設したばかりの YouTube チャンネル鈴本愛系のぶちゃらけ動画内で自身の恋愛についてこのように話した。相手が好きって分かってから自分も好きになる。無理だったの。今回は好きになる予定じゃなかったし、久しぶりにこういう感じになったから、あ、これ本当に好きなんだなって思ったとぶっちゃけトークでファンたちを驚かせた。そんな志田の通い愛を目撃したのは6月29日23時頃、東京港区の繁華街でタクシーを捕まえようと手を挙げている志田は、黒マスクに黒のロングワンピースという全身黒コーディネートで周囲を警戒しつつも颯爽とタクシーに乗り込んだ。そしてタクシーを走らせること約10分、到着したのは都内の閑静な住宅街だった。タクシーを降りた志田は慣れた様子で3階建てのマンションへと入っていった。その30分後、スポーツタンクトップに短パンという上下にサンダル履きといういでたちの若い男性がマンションから出てきた。コンビニ前でキョロキョロと辺りを見回すこの男性は、若年層に人気を博す YouTuber アバンティーズの空24だ。近所のコンビニで缶チューハイとつまみを購入し、マンションへと再び戻っていく。アバンティーズといえば2011年に結成され、チャンネル登録者数150万人を超える幼なじみ3人組の人気 YouTuber グループだ。ストラハグループのリーダーを務めている。アバンティーズはやってみた系、ドッキリ系を中心に投稿している王道 YouTuber です。その中でも欅坂46の曲を全力で踊ってみたはかなりバズった企画の一つで、高いクオリティに欅坂ファンも称賛していました。他の大物 YouTuber からも可愛がられていて、はじめ社長や東海オンエアなどとコラボしたことで知名度が一気に上がりました。グループのまとめ役であるストラハ、私服もおしゃれで可愛らしい顔立ちから同世代の女性ファンがたくさんいます。今月末にはオンライン舞台への出演が決まっている。活動の幅を広げつつあり、これからもますます人気が上がりそうですと関係者は話す。志田がマンションから出てきたのは入ってから半日後、翌30日の13時頃だった。マンションがある閑静な住宅街を通り抜け、通り沿いでタクシーに乗り込み自宅マンションへと帰っていった。2人を知る人物が打ち明ける。志田さんは最近YouTuber 界隈との飲み会を頻繁に開いていて人脈を広げています。その中で2人は知り合ったのです。意気投合して2人で食事に行ったり自宅にお泊まりをする仲に発展した。もともと志田さんがソラさんにベタ惚れで猛アタックしたんです。ソラさんもまんざらではない様子で周囲に話していました。志田さんは友人にのろけたりして彼と親密な関係にあることを言いたくて仕方がない様子なんです。口を開けばソラさんのことばかり話していて、YouTube で話していたのも間違いなくソラさんのことですね。週刊誌が志田真中に直撃した際の質問では、アバンティーズのソラさんのご自宅にお泊まりされているのを確認しています。29日から30日にかけて、と問いかけると覚えてないですと話した。また YouTube で大好きって話していたのはソラさんのこと？と問うと、え、違います、一回
エージェントの会社を通してもらって、私じゃどうしようもないと話した。翌日、志田のエージェントに改めて電話で確認したところ、友人だと聞いていますが、プライベートは本人に任せていますと答えた。この記事を受け、ネットでは様々な声が上がっている。欅の卒業した人たちは随分ばらけた方向に進んでいきますね。あまり比べるのは良くないかも。だけど乃木坂の卒業生とは大違い。もう卒業してるとはいえ、ドファンはとことん反応するでしょうね。ファンじゃないからイメージだけで話すけど、欅坂って何かいじめ問題とか過労とか LINE が流出とか、全く良いニュースがないグループってイメージ。現役で頑張ってることか、ファンの方には申し訳ないけど、欅のグループは嫌いじゃないけど、心刺した小田、長曽、鈴本はグループ生理的に気持ち悪くなってきた。現在籍中のメンバーは大変な時に辞めた人間が足を引っ張るような話題作りしてどうするんだろう。欅の現役メンバーの皆さん、頑張ってください。もう本人はアイドルでないとは言っても古巣に影響はあるよ。菅井さんをはじめ頑張ってるメンバーたちは少し気の毒です。欅坂は応援してるけど、あまりに簡単にブレイクしてしまったために勘違いしているメンバーが多いのかな。やはり売れるために苦労する期間ってのは必要なのかもしれない。何をしてもファンはついてくると思っているんだろう。悪目立ちだろうが低評価が爆発しようが、世間が注目してくれるのなら結果オーライっていう今時の考え方なんでしょう。それでもこのご時世ではいわゆる勝ち組なのかもしれませんね。なんか愚かですよね。くだらなくて悲しい時代になりました。ほんと業を後悔してる割に随分と遊んでるようですね。別に誰と付き合おうと何しようと本人の自由だけど、そう簡単に欅に戻りたいなんて言ってほしくなかったです。ブチャだけの動画、この報道を現役メンバーが見てどう思うでしょうか。本来若者は恋愛するもので、それを禁止する方が普通じゃないんだから、辞めた以上は誰かと付き合ってても別に普通のことでしょ。ファンの人はずっと恋愛しないと信じてるのか、叩くのはよくわからん、と様々な声が上がっている。皆さんは今回の記事をどのように感じました？